友達に言えない歴史の豆知識。西郷隆盛の肖像画は顔の上半分を弟の西郷嗣道をモデルに、下半分をいとこの大山巌をモデルにしたという。ちなみにどうしてそうなったかというと、この肖像画はイタリア人画家のキヨッソーネが描いたもので、そのキヨッソーネは西郷隆盛に一度も会ったことがなかったのでこうなったらしい。つまりこの肖像画は本物の顔ではないということである。実際、西郷隆盛は写真を撮影するのが嫌いだったらしく、当時の写真は一枚も残されていないという。以上、おしまい。